どうも帰ってきました、チャラミノルです。このね、はい、愛しい野村さんとのノミヒョンですね、ノミヒョンの、はい、とのね、この自由な話が俺は一番楽しかったですね今日は今日の思い出、そう今日の思い出一番楽しくて、やっぱり、ね、これがラストらしいんで、そう、はい、もうこれが最後、もう今さっきね、マグダイ先生にもうフルボッコされてきましたけれども、はい、まあでもまあいい感じでしたよね最後ちゃんとね、なんか勝ってたんで、だから10-0は避けたかったな本当にもう10-0だけは避けたかったよ、9位置近したからちゃんと、うん、9位置ともう満足満足、はい、ね、そうですね、良かったですね、それは、そうだね、ちゃんとしっかりつけて、うん、なんでそんなに実況したかったの、はい、なんかおしゃべりが私楽しくてあ、そうなんだ、結構楽しいですね、本当にね、こう仲のいい人と普通に話してるのが俺はこう楽しいわけで、なるほど、ね、それがこうニコニコ動画でどう評価されるかってところなんですけども、あ、そこやっぱ気にしちゃうの、どうせなんかね叩かれてまあまあまあ、でも俺はくじけませんから、別にいいんですよ、叩かれたって、うん、叩かれたっていいんですよ、あ、これで本番ですよね、本番ですね、ここからですね、お、さっきお稲荷さんと俺すごいダッドリー戦について話してたんですよ、はい、だからちょっとこれで実際どういう対応するのか、はい、まあそうですね、実現してくれるというかお稲荷さんの対応に期待したいですね、はい、お稲荷さん素敵な眼鏡で、はい、お、これはあーちょっと当たっちゃったか、いいね、ここからこのタクね、うん、大リープでダッシュを吸い込むダッシュを吸い込むいいよ、パワーボム、はい、これあー美味しいな、そうですね、まあこういう形になってしまいますけれども、そうですね、まあでもいい感じですよ今のは、ね、なんかいろいろ面白い事件があって、はいはいはい、そう愉快なね事件ありましたその EX ダッシュを投げで吸うみたいな、そうですね、だから完全にロマンですからねお稲荷さんは割とロマンチックなところが、はいはいはい、確かにそれは否めない素敵な匂いがしました、ね、なるほどね、そうやっぱり、あ、これ美味しい、ああ、まあでもよくあるよくある、まあ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 、このパターンね、これ死ぬパターン、いいよ、おね、こんなそんなこんなで、んなこんなで塩辛さんもさっきダッドリーとやってましたよね、はい、どうでした、あ、苦手なんですか塩辛さんダッドリー戦、そっか、あのその実際そのヤン自体 の, そのダッドリーの対策っていうのはどんな感じになってるんですか、はい、遠目からの中足で、灯籠自体は引き込むんですか、あ、距離によって出したり出さなかったりするんですか、あ、出た出た塩辛ワールド雰囲気、この人はね感性に頼って生きてますからね、まあそれが別に悪くはないんですけどなるほどね、あ、それを考えなかったですね、それは予想してなかったですよ、雰囲気で、お、いいいいね、今のは見えない、はい、今のは見えない、はい、おいしょおいしょ、頑張って二人とも頑張って、これはあ、まあ鉄板ですね、そうですね、本当ですか、喋りたいじゃなくて議論したいんじゃないですか、話について話について塩辛さん俺と議論したいだけでしょ、これはね、うん、いい勝負ですね、お互いになんか割と拮抗してる感じで、はいはい、まあ、でもなんかやっぱりエイジスがね、やっぱりユリアン率がなんか高い気がして、はい、毎試合なんか結構ユリアン見てるような気がするんですけど、あ、それは Y さんとかっていうことですか、そうそうそう、なんか割と浦安勢はユリアン好きですね、はい、まあまあ確かに、まあ5人6人しかいないうちにユリアンは2人もいますからね、でモスさんもリッチャンさんも、はい、ユリアンを触れる触れるよね、まあ、触れて触れ、そう、まあまあ、そうコンボぐらいは知ってんだろみたいな、まあまあまあそうですね、で私もタックル大パンぐらいなのでいるとタックルタックルは10回に1回入ればいい方って言ってタックルタックルは正直ね、はい、まあまあまあ敷居が高い、はい、でもまあユリアン使いは割とこう必須な部分ではあると思うんですけど、
まあね、にわかユリアンなんで、私のユリアンは。まあ、そうですよね、自分もタックルタックルとあとは挟み込みがやりたいためだけにいじってるのもんですから、だからそうね、はい、挟み込みと二択で気持ちいい思いできればいいかなって、はい、なるほど、はい、おすげえ、これ超難しいんですよね、確か。お赤風呂狙ってったんですか、黒投げからのダッシュヘッドは失敗。そうです、おお見せる、見せます、ね、ダッシュヘッド、ダッシュヘッド見せますね。あーおっと、うまー、果敢がね、ちょっと分割がうまいですね、はい、そうですね、42フレームないだったらいくらでも分割ができると、はいはいはい、まあ、ただ実際そんなのはセットプレー以外はもう無理、はい、うん、うまい、今の投げしけ肩当てて、よし、はい、また壁投げて固めて逃げ返す、おいしょ、始まって、お稲荷タイム来た、おお完全に今足刺さってましたよね。そうですね、ダッキングにはすごい無敵があるんですかね無敵、まあ、確かに波動拳抜けますからね、最初知らないで波動拳ばっかり打ってたら抜けられて、今のダッキングウルコンでした、はい、ウルコン、そうです、全然見てなかった、そうダッキングウルコンだったからそうダッキングで前中継が使ってたんで、かなりダッキング強いんじゃないかと、はい、今のは、お、これはどうなんだろう、やりますね、そうですね、お稲荷さんやっぱりなんだかんだ言って強いですからね、なんだかんだ言って強いですよ、はい、さすがね、さすがですね、雑談、いやただね、さっきもちょっと反省してるんですよ、ちょっとあまりにもなんかちょっと放送コードをぶち破ってたんでちょっと今回はもう真面目にちょっとほとんどもう9割サードの話 で、 あ、マジですか、ちょっとなかなかちょっと今ちょっとビビっちゃってるんですよね、そう雑談行くとなんかよからぬ方向へ発生しそうなんですよ、まあでも今野村さんが言った、野村さんノムヒョンが今言った通り、はい、平野綾ってやっぱ可愛いですよね、そうですね、平野綾、綾たん一番、綾たん一番なんかもう凄まじいとこまで来てますからね、あの顔、はい、どうだったですかね、そうですね、あの子可愛いし、なんといってもあの声ですよ、声声も、まあ、確かにね、いいっちゃいいんですけど、まあ、みつくんもね、大人になればわかるけどねまあ別に俺大人じゃないけどね女の人の声ってね本当に重要本当にね、女の子はね声がね、本当にあのね、うん、声だけでいい、まあ、確かにね、うん、千原みのりとか、うん、まあ、あの辺の声優さん、平野もそうですけど、はいはい、まあ、あれワンチャン電話だけで結婚まであるんで、はい、まあそうですよね、はい、本当にやっぱり女性の声はね、素敵に響きますよね、はい、やっぱりね、可愛い声なんですよ今ちょっと面白い演技がありましたけどそうですね、お互い無敵が切れてからビビビビみたいな、これ実際ダットリ側としてはかなり美味しいですよね、まあ確かにその肘食らわなくて済むし、はい、画面端回避うまい、今のタックルを台形で勝ってました、さすがです。さっきの昇竜拳、はい、EX 昇竜拳はなんか、運要素も結構割と含むところがありそうだっ、まあ、そうですね、確かに完全にあれはユリアン の、 あの壁のタイミング次第だと思うんで、そう噛み合った感ですよね、はい、完全にそこからなんで、はい、でもそういう噛み合った部分をしっかり、はい、そうですね、運がよく出せる、運も実力のうちというか、はい、まあ、俺全然詳しいこと分かんないし、いやいやいや、サードもねしばらくあんまり真面目にやってないんで、そうですよね、もうストフォーで浮気ばっかりしてますからね、あなたはストフォーが楽しくてね、本当にストフォーね、今までね何枚カード無駄にしたんだっていうくらいねしかもほとんどね、ほとんど違うキャラにねカードを使ってね、そう浮気症なんですよね、 それでね、もうすぐ負けてね、萎えるとすぐもうやめちゃうもんねね、フローやってね、あれはでもストフォーはマジでどうしようもないと思ったらマジでどうしようもないゲームなんで、まあまあまあ、はい、ね、そこでね、そのカードを捨てるが、ね、しかしまた復活するみたいなね、そう完全に無駄ですよ、結局やりたくなっちゃうんですよねそう帰って風呂入って
まあうわーみたいな、もうやんねえよっつって、はいはい、朝起きたら、はい、今日もやるかっつってあバイバイやるかっつって、はいね、下がってやるかとか、下がったからね強キャラであんまり負ける要素ないけどまあねチュンリーやるかみたいなねえ、リュウやったりケンやったりね、いろいろしましたけど、本当ですよ、最終的にまあ、あまりこうねまだ絶対結論出てないと思うんですけど、そう、最終的にまだキャラセレクトの段階なんででしょ、そう、稼働からやってますけど、稼働からスタッフを一筋で一応やってますけど、はいはい、まあ、いろいろやってましたね、はい、未だにキャラセレの時点ですよね、生まれたくなんですよ、常に常にね、生まれたくなんですよ、それが新鮮で逆に長持ち、ただすぐ萎えると。でしょ。そこをねちょっと我慢すればもっと BP も増えるし。そう、そこを我慢すればみんなマスターとかに行けるんだろうけど。そう。そこでねもうねすぐ登録解除しちゃうからね。俺そこで頑張れたのは唯一チュンリーだけでしたね。まあまあまあ確かにね。まああとはすごいその時は本当にもう全盛期と言っていいぐらい、はい、すごいもう。そう、人がいたと。そうですね。みんなと対戦できたし。そう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 。まあただねなんてかわからないですけど、まあ。最近はほとんどあんまり人数も減ってきましたからね、はい、そこのやっぱり家庭用も大きいんですかね、まあ、そうですね、多分家庭用勢っていうかその家に引きこもるパターン、はいはい、まあ、ネット対戦ができますからね、あるし、はい、多分単純に、まあ、ちょっとかじりたかっただけみたいな、ちょっとね、やり込むっていう感じの人じゃなかった、みんな、あ、なるほどね、そう、ちょっと触ってみて、はいはい、もういいかなみたいな、あ、なるほど、まあ、確かにね、多分ね、まあ、基本的にアーケードゲームっていうのが衰退してるじゃないですか、まあ、そうですね、このゲーセン業界では、すごい今ね、そうなるとやっぱりね、なるほど、みんな、あんまりやんないし、はいはい。結局あのゲームって結構勝ちに厳しいじゃないですか、まあそうですね、だからすぐもう勝ち確なパターンみたいなのがあるじゃないですか、削りで死んじゃったりとか、そうなってくると、まあ、何が言いたいのか忘れちゃいましたけど、ね、まあ多分一般の人はやっぱり格闘ゲームっていう名前だけあって、はい、もうボコボコ殴り合ったりしたいっていうゲームなんだけど、実際そのスト4とかやってみると、なんだよこの全然動きのないゲームはというふうに、まあ、もちろんあるキャラはいるんですけど、やっぱり街キャラとかを考えるとやっぱりもうクソゲーっていう人が出てくるのもしょうがないような気はしないでもないんですね、もうね体力を大幅リードして、あとは射間で待たれたらもうやることないんで、そうですね、ほとんど厳しい状態ですね、そういうのは、そういうのってあんまりこう優しくないですよね、まあ、本当に厳密な世界っていうか、まあまあまあ、それがいいっていう人はもう、はい、まあ、完全にまあクロートとかそういう感じなんでしょうけど、やっぱり初心者とかその新規勢を参加させたいと思うんだったら、そう、なんかワンチャンないじゃないですか、ね、はい、そうしないとやっぱりこれやっぱり勝てないと面白くないって思う人がもうほとんどだと思うんですよ、特に初心者なんか、そうね、そう、だからそんな中でもうほぼ負けかけかなんとかみたいなのがあると、はいはい、やっぱりその次やろうかなっていう気も失せちゃうのかなと思っちゃいますね、はい、はい、まあ、そんな感じで今のスト4勢はそういう感じでのゲーセン状況ですね、はい、まあ、恵まれてたんですよ私たちは、まあそうですね、みんながいる時代にこう、まあ、一緒にゲームができたから、はいはい、そうですね、まあ、けどあと俺らは全然違うと思いますよ、もともとゲーセン勢なんで、はい、そうですね、まあ、ぶっちゃけスト4があろうがなかろうがやってたことは間違いないんで、確かにね、まあ、まあ、今ね高島も割と身内で盛り上がってる感じなんで、まあ、そうですね、もう完全に身内しかいないと言っても、はい、まあ、たまにちょっとしたゲスト的な、そうゲスト多いですね、はい、プラッと寄ってくれる人、はいはいはい、まあ宣伝的なあれですけど、はい、まあ、某バイソングラマスの方はい、そうですね、はい、しるしる先生がシルシル先生が来てくれたりするんで、そうですね、そう一回見てみたいなみたいな人は、はい、ぜひ宝島に遊びに来てくれれば、だけどやっぱり、基本的には上手い人はやっぱ都内行っちゃいますかね、まあそうですね、はい、都内に行けばとりあえず人がいますからね、はい、上手い人だからそうですね、そう対戦したい人はみんな都内行っちゃって、 それが結局みんな集まっちゃって猛者の集いになるみたいな、はいはいはい、感じですからね、そう昔は千葉も暑かったんですけどね、あ、なんか、はい、みたいですね、もう自分は全然その頃はもう第一線では活躍っていうかやってなかったんでよくわかんないんですけど、まあ、結構千葉でも有名な人も多かったみたいで、そうですね、はい、
割とこう有名な人も多くて、はい、で人口も割と多分いる方というか、まあ、ガチ勢が多かったわけなんだね。今はね、だんだんね、そう人数も減って、みんな引退みたいな、引退とか言っちゃって、結局、お前のカード、ノーネームやってんだろみたいな、やってんじゃんみたいな、まあまあまあ、たまには そういう人もちらほらいますね、はい、引退してね、カードとしてノーカード、はい、ノーカードじゃない、ノーネーム、はい、そうですよね、そういうね、サンプル、じゃあ引退しなきゃいいじゃんみたいな、引退してないじゃんみたいな、まあね、なんだかんだ言って、やりたくなっちゃうんですよ、なんだかんだ言ってね、家帰って。思い返してみると素敵な思い出なんか、うん、そうで、はい、持ってまたゲーセンに立ち寄ったりなんかしちゃったら、そうゲーセン行っちゃったらもうみんないて、あ懐かしいじゃんみたいな、もう100円入れるまではもう時間の問題ですよね。そう本当に結局ね100円入れちゃうんですよ。そうで50円なんかそのままカードまた買っちゃったみたいな、そういう流れも全然あると。そうお金に余裕があって、はい、買っちゃうかみたいな、はい、やっちゃうそうそうそうなんですよ。だからね、あれですよ、ちなみに、はい、今南行徳ビンゴ、はい、ここでスト4のカード1枚300円で売ってるんだよね。まだ売ってるんですかね。多分もうまだあと、まあ普通に売ってるんじゃないですかね。まだもう俺が結構前に行った時はもうほぼバイパーのカードしかないみたいな、絵柄はバイパーしか選べないですけど、バイパーが結構いっぱいあった。バイパーがある程度あって300円で、あら素敵な価格ですかね。いいんですかねこんなこと言っちゃって全国からもう確かし全国からね、ちょっと調子に乗りましたね完全に私、うん、全国からねちょっとね、はい、お金をね持て余したね人がね大人買いしそうな気がしちゃうんですよね。確かに。でも残念なことに、はい、ビンゴではちょっともう置いてありますけど、はい、カードは使えないんでね、うん、なるほど、はい、だからまあ300円なんですけど、ね、なるほど、はい、そうですね。やっぱりそれぐらい今やっぱりスト4は厳しい状況にあると。まあそうですね。でも多分盛り上がっての鉄拳ぐらいかな。まあね、もはや。まああとはまあ普通にサードとか。そうですね。はい、もう今はなんか時代的にあんまりこう、なんていうんですかね。そうですね。ゲームセンター行ってゲームするみたいなね。そうじゃないし、はい、もっとなんかお祭り的な、お祭りっていうかもうなんかワンサカしちゃうようなゲーム。が多分ある程度ちょっと人気があるコンボゲーみたいな、ポンポコポンポコ入るよみたいな、はいはいはい、そうですね、そういうのも減ってきましたね。常に現役人みたいなのが多分今人気あるんで、まあ、そうですね、こういうサードみたいにあんまりなんかいっぱい入んないみたいな、目押しとかそういうのじゃないんですよね、はい、きっとね。だから多分スト4とかもあんまりそういう部分で、まあ、まあ全然違うかもしれないけど、本当に昔のゲーセンは本当に人がいたんですよね。そうですね、あんまり土日とかも本当にすごいいっぱい人がいて、もう今は本当に見るかでもないじゃないですけど、はい、まあ、なんかすごいメダル自体は流行ってるみたいなんですよ。確かにそうですね、なんかやっぱりまあメダルの方が儲かるみたいなんですよ、ゲーセン的にも。あれはもうね、そのやり込みとかないですからね。そうです、とりあえずみんなどうせカップルとかで来て、はいはい、来たらやるのはメダル、はいはい、しかない。カップルできて2人ともじゃあサードガチやるかみたいな、そういうあれないし、絶対ない、絶対ない、私ヤン行くわみたいなじゃあ俺言うんで兄弟対決よみたいな、そういうのは、まあ、絶対ないですよね。そうそれはね、なんか多分ごく一部、はいはい、まあ、どっかしらワンチャンあるかもしれないけど、まあまあまあ、それはもちろん、ね、世界は広いんで、はい、ただ大半の人がね、大半は多分一人孤独にゲームに来るパターンそうですね、そして100円入れるパターン、はいはいそして涙でね、はい、前が見えなくなるパターン負けまくって負けまくってね、最初はね、でもみんな負けますから、まあそりゃそうですよ、はい、みんな通ってる道ですよ。そうみんなね、もう何百もの負けをね、そうそう我慢して帰ってきて強くなると掴める、はい、掴んだ今の勝利ですからね。それができないのが、はい、銀次君っていうね彼は新規勢ぶってるけど、はい、実際あれですから、もう 2,3 年はあいつとあいつサードやってるの俺知ってるんだよ実は。あ、そうなんですか、はい、実は知ってるんですよ。あ、なるほどね。ただいかなかなかこうあまり進歩しない感じで。なるほど。そうね、俺山ちゃんとかと一緒に結構悩むんですよね、銀次君、はい、どうなんだろうはい、アイドル銀次、はい、
そうか、そう、そうなのか、新規でぶってるのか。なんかそういえばそうですよね、そう、結構前からいますよあれ。確かね、銀次君剣使ってた気がするんですよね。昔は剣でしたね、ずいぶんと剣やって、はいはい、ちょっとダメだってチュンリーやって、あ、チュンリーもやったんですか。チュンリーやってまた剣に戻ってきて、またしばらく剣やってたら、なんか知らぬ間に俺が来ない間にビンゴで豪気としてこうなんか有名になっちゃいましたけど、はい、あれはもう結構やってます。あ、そうなんですか、はい、実はだからみんなもこう希望が持てる、はい、あれは逆にね温かい感じがするんだね、元気とか。そう、ね、そう、みんながね希望を持てる感じ。そうですね、はい、そんなに強くなくてもいいんだよって楽しくやろうぜ、はいはいはい、エンジョイ勢ですね。そう、エンジョイ勢、エンジョイ勢的な、あんまりねそういうフレームとかそういうのじゃなくて、はい、動いてた方が楽しいじゃんみたいな。なるほど、そう、飛ぼうぜみたいな前ジャンプしようよみたいな。そうですね、まあ、ゴキ飛びのタク強いですね。そうですね、ジャンプがあるんでね、はいはいはい、まあ銀次君に合ってるんじゃないかと。そう、銀次君はねちょっと違うっぽいんだよな。なるほどね、そう、まだ適正なキャラがいないと、はい、見つかってないと。難しいですよね、でも銀次くんとかああいうタイプの人って何がいいかって言っても、なんかこのゲームって割と簡単なキャラがあんま少ない気がするんですよ。確かにそうですね、しかも剣にしたって結構 ねやることあるし、こういきなり剣やってもそうですよね、厳しいっちゃ厳しい。そうですよね、まあでも初心者っていうか初めは多分剣流あたりの、まあそうですよ、オーソドックスな、ね、スタンダードにキャラを、ね、とりあえず必要なものがあるキャラ、はい、ああ終わっちゃいましたね完全に、はい、あ、じゃあもう終わっちゃったみたいなの結果五分です、はい、はい、じゃあお疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、失礼します。